多めのプロポーズ事件。不安すぎて涙ドーって。留学して帰国してしばらく陶芸工房で仕事をしつつ、沖縄を満喫するというか、いろんなところを観光したり、地元の美味しいものをいただいたり、沖縄ライフ過ごしました。ずっと同居してましたね。なんか別でマンション借りるのね、お金もらえないしかもね、別で借りたらね、そこがどうなるか分かりませんから、部屋の整理整頓の話ね本当にね、よく付き合ってくれたなとか、よく我慢できてるなっていうか、よく結婚してくれたなって思いますよ。何度も聞いてるんですよ。あ、聞いてるんですか？結婚前も結婚後も本当にこの人でよかったなって。まあ、結婚しを前提にっていうのは、割と最初の方からそういう真面目にというか、結婚前提にっていう思いは多分双方にあって、でなんか結婚したいねみたいな話は多分何回か出てきたんですよ。だからプロポーズもされたんですけど、どっかのタイミングで結婚したいねみたいな、か結婚してくださいなんか、ちょっとちゃんと覚えてないんですけど、なんかそんなこと言われたんです。なんかこれプロポーズかなと思って構えたんですね。それ以上何もなくて、つまり指輪も出てこなくて、なんか大体イメージ、ドラマとか見てると結婚してくださいパカンみたいなで、言われたことある言葉をもう一回言われたから、なんかこれは今プロポーズだったのか何だったのかよく分かんないなと思って、ぬるーっとしたなとか、指輪とかはいつかなんかすごい上から目線で本当に恐縮なんですけどそういうわけじゃないんですけど、なんていうんですか、イメージがあるじゃないですかはっきりしてもらわないと分かんないみたいな、そういう性格の部分があって、なんていうんですか、分かりづらかったっていうのを言った気がしました。指輪なんか指輪のイメージがあったからっていうのが、そこが事件の始まりだったんです。2度目のプロポーズ事件第5級だからある日、夫が多分朝その指輪を取ってくるのかなんかで、なんかちょっと行ってくるっていうふうに言ったんですね。で、あ、プロポーズのためにいろいろ準備してくれてんだなと思って、沖縄で、で何時には帰ってくるからって言われて、その時間になっても帰ってこないんですよ。待てど暮らせど帰ってこなくて、心配になるじゃないですか。電話とかめちゃくちゃ鬼電して出ないんです。なんなら電話が繋がりませんみたいな、ね、だから普通だったら留守電とかに入るのは、ただいま電話繋がりません的な感じなんですね。沖縄想像なんです、妄想というか想像なんですけど、沖縄の私のせいで、なんか沖縄のなんかどでかい、なんかよくわかんないサプライズを考えてくれて、私が余計なこと言ったから、例えば海でビーチでなんか文字でも書いて、なんか事故にあってとか、なんかそういう悪い想像がいっぱい出てきちゃったんですよ。私が変にあの指輪欲しいっていうことを言ったせいで、なんか大変なことになっちゃったなと思って、不安すぎて涙ドーって声に出しないかも、ってなってたと思います本当に。で、そのとにかく何もできないから、ずっと往復泣きながら携帯握りしめながら往復しながら泣いてて、そしたらカシャってドアって帰ってきて、普通の顔して帰ってきて、何があったかというと、なんか沖縄の、免税店があるんですね。沖縄の県内の人はそこで買い物できないんですけれども、県外に行く、県外から戻ってくるっていう人に対してはその免税になる、免税店があるんですね。でそこに指輪を売ってるお店があって、婚約指輪を買ってくれたんですね。 でも一回県外に行かないと買い物できないから、福岡かどっかになんか行ってたみたいなんです、飛行機で往復してる間に飛行機だから電話繋がらない
しかもちょうど行ってた時間よりちょっと飛行機遅れちゃったみたいで、あの無事でよかったですけど、もうプロポーズの気分どころじゃないというか、どうせもいいみたいな。まあ指輪はね、ありがたく受け取りましたけど、なんか本当余計なこと言うもんじゃないなと思いました。教訓になりました。そんなこんなで結婚しました。結婚式は東京です。前乗りも通りましたけど、それは沖縄で。あ、そう、ちょっと憧れがあったので、せめてなんか写真一枚残せたらいいなって。それ以外でも着ることないじゃないですか。再婚とかしない限り。急に。いや、そうしないですけど、突然ですが背景が変わりました。というのも、私がおしゃべりしすぎてしまいまして、先ほどの会議室から追い出されました。東京に、ママと夫の転勤で戻ってきました。やっぱり仕事したいなっていうのがあって、また求職活動をして、いろんな求人とか見て、何の仕事を自分がしたいんだ、何ができるんだ、何で、社会に貢献できるんだ、会社に貢献できるんだ、っていうのを考えたところ、自分には語学しかないのか、とりあえず語学は入ると思って、で、行き着いたところが多言語コールセンターで、私が見つけたところは派遣会社を通して派遣社員として働くっていう形式のところだったので、それで割とすぐ働きまして、慣れないうちは電話取ることの時点で緊張してましたし、電話取ってその何でしょう、語学で対応する時もありましたし、その英語で対応したり、日本語でお話ししたりっていう直接お話しすることもありましたし、通訳、電話での通訳をやることもあったんですけれども、その後そうですね、通訳のでも難しさに触れて通訳学校に通ってたんです。語学ができても通訳って全然頭使うところが違うので、最初は本当に簡単な通訳でもすごいつまずきました。今すごいできるかって言ったらそれは分かんないんですけど、それは子供が生まれる直前までやってました。で、次のお仕事も通訳関係というか、英文事務、そういわゆる覚えるみたいな感じ。へー、初めてだったのかな。通訳とか翻訳とか、あとそうもろもろ英語関係の事務をやるお仕事に次つきました。2020年の4月からだったんですね。緊急事態宣言が発令されました。なので私は1回出社して、その後しばらくリモート、あーオフィスだっつって浮かれてたらそのオフィスにしばらく行くことがなかったです。私のコロナ禍は多分誰も知らない方40平米ぐらいの ILDK のマンションから本当に一歩も出ないみたいな。最初はそもそ もう野外に出ない、家のベランダぐらい、本当に出ない。それが恐ろしいことに、多分出産まで続きましたね。結構出ないですけど、妊娠中だけも検診とかちょこちょこ行かないといけないんですけど、本当にその検診の時以外外出しないぐらい家にこもってるんですけど、検診の時の外出が、わずかな運動、ダメですね、もうちょっとした方がいいですね、一般的にはね。座り物があって、私の場合は冷蔵庫とか開けられない、ゴミ箱なんかも持ってんのか、ゴミ炊く匂いもダメ、食べられるものも日によって変わってしまう、水が飲めなくて、プレーンの水が、だから炭酸水とかお水にちょっとオレンジジュースを混ぜたとかだったら飲めるんですけれども、仕事して昼休み食欲もあんまないから、食べたか、多分多少はちょこっと食べるんですけど、あとの時間ずっとベッドはすぐ横にあるから、仕事終わった後もすぐ横にある。何が辛いって、なんかせっかくね、お腹に子供がいるのに、それに向き合えてない自分も辛くて、なんか普通だったらベビー服買ったり、なんかこの部屋にしようっつって雑誌読んだり、その、ね、ベビーカーの雑誌読んだり、そういうのいろいろしないといけないな、したいなって思いつつも、なんかそういう気持ちになれない自分。それ別に子供ができたのすごい嬉しかったし、でもそれ以上になんかこうつまりなんでしょうね、体調がそういうふうなことも全部
できないような体調になってて、だから唯一だから通訳とかもだから、うん、仕事みたいな気持ちでやってましたね、通訳学校も必死に。あとはなんかずっとゲームしてました。それやってる時だけすごいそこに異常に集中できるので、気持ち悪いとかそういうのが忘れられるから、痛み止め代わりみたいな。出産はまあまあ多分一般的に見るとスムーズな方だったとは思います。選挙の日が予定日だったんですねで予定日に生まれてくれたと思うんだから、でもその日ちょっとなんか痛いなみたいな、ちょっとあったんですけど、夕方にちょっとずつ強くなって、選挙職場を見ながらやり過ごそうと思ってたんですけどどん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 夜になるにつれて強くなって、夜10時ぐらいですかね、病院に行きたいなって病院にもう一回電話して病院に行って、まだ早いかもしれないって言われたんですけど、これ以上痛くなったら私来れないと思って、夫も、まあ、その日仕事だったのでいないから不安だっていうのを伝えて、まあ、じゃあ病院で様子見ましょうかっていうふうに言ってもらえて病院に泊まって、それが良かった。あ、そういうの2時半ぐらいに陣痛来ました激痛、全然それまでと違う痛みで、リバース痛すぎてしかも私あの麻酔分娩を希望したら朝になるまでその麻酔科医が来ないから、それの間はできませんっていうのも事前に知った上で待ってたんですけど、やばいぞ早く朝になれってずっと念じながら過ごしてて、もう痛くてもうずっと時計見てました。ペットボトルの水を握りしめそれを飲み、あとはうちわで自分を泡を倒るそれ以外何もできるようになる。たまに気絶したように、ね、一瞬なんか落ちるというか寝れましたけど、何が来るかね、すぐになんか、あ、パンソンタクトまだーみたいなで、8時半になってよっしゃーって、なんかサインをしたんですよ、いろんなそのもうなぜかめちゃくちゃ痛いタイミングでお医者さんが来て、なんか最後これ同意書なんかいろいろ書いてくださいって言われて今みたいなようやくまさかいと思った。だいぶ開いてきましたんで、あの運動が早いです。分娩室に行って、まあ、無事ね、あのそこから1時間かからないうちに生まれたので、まあまあ、あのスムーズな出産だったと思いますよ、一般的には。そうそう、なんか運よく、まあ、本当に多分、コリスちゃんよく待ってくれたんですよ。明け方ぐらいまで多分、仕事だったんで、その日。で、ちょっと家に帰って仮眠して、仕事にまた朝行くっていうタイミングでちょうど生まれるっていうタイミングだったんで、もうスーツに着替えた状態で、仮眠も取れた状態で、一緒に多分、おった迷子になっちゃうんですよね、病院に来るのに。すぐ来れるみたいな感じで電話来て、まあ、もうすぐ到着みたいな感じだったんですけど、こっちは痛みがすごいからもう一刻も早く見たいと思って、もういいみたいな混ぜないみたいな、どうでもいいから遅れて来なかったらそっちが悪いみたいなそんな感じになっちゃっててそんな感じでしたけど、まあ無事に立ち会えてよかったです、結果的には。ここまで相当語ってしまいましたが、会議室変えたんです。ここももう使えなくなりました今日語った内容についてでもいいですし、別のことについてでもいいですし、何か気になることありましたら、せっかくなんであのコメントにご質問をお寄せください。